疑似ようやくか。待ちわびたぞ、愚かで滑稽で愛しき我が子らよ。お疲れさん。今度はどうだ、報われたか、そのエゴは満たせたか。やっぱり妹は死に、お前だってハッピーエンドを迎えられたわけじゃないみたいだが。でもまあ、風雷坊を助け、あいつの胸のしこりを取ってやったんだ。誇ってもいいと思うぞ。四つの可能性を確かめてみてどうだった。まあ悪くはなかったんじゃないか。選んだ特別な誰かは救うことができたんだ。誰も助けられないよりかはマシだ。どうして？どんな？そうだ、お前にはまだ諦めてもらいたくない。だがそれは俺の願い。俺が慰み報われるためのもの。俺はお前にも報われてほしい。お前の望みは何だ。出会った頃より随分と我が出てきたな。欲張りなやつめ。お前は抗うことで強くなった。お前の持つ本当の力は無自覚な繰り返しの中で確かに成長した。共感も誰かの権能の力を打ち消すこともお前の力の片鱗でしかない。お前が持つ権能の本質は魂の操作。荒唐無稽、存在しないはずの物質、虚飾を操る力、それがこの力の正体だ。今の俺はお前の力で再現された残像。お前の力の分身みたいなもんだからな。副長、存在しないはずのものは影響を受けない。どんな力にだってな。お前がお前の魂を確かに信じるなら、
そのエゴを確固たるものとして誇示できるなら、気持ちも記憶も思いも時の流れなんかで消えたりしない。すべてはお前の魂が覚えている。お前の魂のつながりが導いてくれる。だから忘れずにその望みを果たしてこい。お前なら、お前たちならきっと大丈夫だ。さてと、さよならだな、副長。ああ、これで最後だからな。ハッピーエンドを掴んでこいよ。ふざけんな！結局奪われてばっかりじゃねえか！俺が力を得たのは強くなりたいと思ったの。奪われたくなかったからだっていうのに。みんないなくなっちゃったね。
兄ちゃんにまで何かあったら私耐えられないから。どうしたの？お化けでも見るような顔して。お兄ちゃん、本当に大丈夫？心配しないで、私はお兄ちゃんのそばにいるから。はい、やっぱり変だよ。お兄ちゃん、どうしちゃったの？記憶？記憶って何の記憶？お前が持つ剣能の本質は魂の操作。お前がお前の魂を確かに信じるなら、そのエゴを確固たるものとして誇示できるなら、全てはお前の魂が覚えている。お前の魂のつながりが導いてくれる。私の記憶？知らない思い出が蘇ってくる。
しくて悲しくてとても辛かった。あんなお別れしたくなかったよ、お兄ちゃん。急に抱きついたりしてごめんね。あ、そうだね、お兄ちゃんは本当のお兄ちゃんじゃない。でもお兄ちゃんは、あなたは私のことを妹として大切に考えてくれました。だから私があなたに抱いた愛情は、全てがあなたを死んだ兄と勘違いしていたことが理由じゃない。それだけじゃなかった。そのことに気づいたから、あの時殺される直前に本心から思ったんです。あなたのことを恨んだり嫌いになったりすることだけはしたくないって。私はあなたがお兄ちゃんで救われていたから、だからあなたさえよければ、私はあなたの妹でいれると嬉しいです。なんか照れちゃいますね。照れちゃうね、お兄ちゃん。ギギギ、ようやくまともに力を使えるようになったようだな。あのガランドウがいっぱしに成長したじゃないか。バーニちゃん、ギギ、忘れたのか。我は深淵なる者、一であり善、子にして軍、お前であり世界でもある者、切なかつ永遠たる存在。そして何言ってるの、バニちゃん。とにかく我はとてもすごい存在なのだ。ゆえにお前の身に起きたことはすべて把握している。ひとまずはよかったな。だがすべては分岐路に戻っただけ、何も解決はしていない。番外の存在、巨食の権能を司る者よ。お前が運命に例外を生み出せるか、予定調和の理不尽をその巨食で覆せるかどうかは、これからの行動次第。何が運命の鍵か、よくよく考えて行動しろよ。